イメージコンサルタントの二上由美子です。本日の動画ではビジネスシーンにおいて好印象を作る話し方ということで、この3つのテーマでお話ししていきたいと思います。突然ですが皆様にクイズです。こちらの言葉をビジネスシーンで使うと仮定して、敬語表現に置き換えてみてください。皆さんわかりますでしょうか？答えは後ほどお伝えします。このチャンネルは、いつもパーソナルカラーや骨格診断などを、お伝えすることが多いのですが、ビーグマンチャンネルはトータルのイメージアップがテーマなので、マナーのテーマも、時々挟み込んであります。ビジネスはもちろんなんですが、日常生活の中でも素敵だなと思ってもらえるようなポイントもまとめましたので、最後までご覧になってください。それでは早速参りましょう。まずビジネスライクな表現になれる。冒頭のクイズの答えを早速見ていきましょう。まず知っていますか、こちらはご存知でしょうか。できません、こちらは致しかねます。座ってください、こちらはおかけくださいとかおかけになってください。服、コート、お召し物、同行者、こちらはお連れ様またはお連れの方。いかがでしたでしょうか。他にも知っておいていただきたい表現を11、ピックアップしましたので、皆さんも一緒に言い換えの、表現を考えてみてください。まず1つ目、私たち、こちらは私どもですね。誰ですか、いかがでしょう。こちらは、どちら様でしょうか、どなた様でしょうかですね。靴、いかがでしょう。こちらはお履物と表現しますね。次、すみませんが、はい、いかがでしょう。こちらは、恐れ入りますがですね。そうです、まあ、イエスという時ですね。いかがでしょう。さようでございますですね。わかりました、こちらはかしこまりました、または承知いたしましたという表現もあります。どちらかというとかしこまりましたの方がより丁寧な印象は強いです。後で、まあ、後で送りますとか、そういう後でですね。こちらはいかがでしょう。後ほどですね。要件を聞きます、いかがでしょう。こちらはご要件を受けたまわります、どうですか。こちらはいかがでしょうか、ここへ来てください、いかがでしょう。こちらはこちらにお越しください、了解しました、はい、こちらはかしこまりました、または承知いたしましたです。先ほど分かりましたが出たと思うんですが、了解いたしましたと、まあ、同じ意味ですね。了解いたしましたを、敬語と間違えて使ってしまうというパターンはとても多いので、ここは気をつけていただきたいポイントです。それでは2つ目のポイントです。こちらは命令形と依頼形です。言葉遣いには命令形と言われる話し方があります。どういうことかというと、例えばビジネスシーンでは、折り返しお電話ください、書類をご提出ください、そちらでお待ちください、こちらにご記入ください、よく聞くんじゃないかなと思います。これらはすべて命令形と呼ばれる表現です。命令形でも問題がない場面というのももちろんあるのですが、接客などでより丁寧な表現をしたい場合、その場合は、命令形よりも依頼形を使ってほしいんですね。依頼形にするとどうなるか、折り返しお電話くださいを依頼形に変えると、折り返しお電話をいただけますでしょうか、そちらでお待ちください、そちらでお待ちいただけますでしょうか、そしてこちらにご記入ください、こちらにご記入をお願いいたします、書類をご提出ください、書類のご提出をお願いいたします。いかがでしょうか。より丁寧な印象を受けませんでしょうか。何々してください、一瞬は何々してというのをくださいと言っているので、十分な敬語表現なんじゃないかと、思われがちではあるんですが、やはり、何々をしていただけますかとかお願いしますという表現に置き換えて使う、それだけで、皆さんの印象はぐっと柔らかくなったり、丁寧な印象になったり、優しい印象になると思います。そして最後3つ目のポイントはクッション言葉です。先ほどの疑問形の前にさらにクッション言葉をつけて、さらに
ソフトな印象を与えるものです。例えば、お電話くださいではなくて、お電話いただけますでしょうかの方がより優しいです。そこにさらに恐れ入りますが、または、お手数ですがというクッション言葉をつけて、恐れ入りますが折り返しお電話をいただけますでしょうか。こうなるとぐっとさらに丁寧な印象が強まると思います。このクッション言葉にはいくつかパターンがあります。恐れ入りますが、お手数ですが、よろしければご足労ですが、わざわざいただくとか、そういう場合ですかね。あと、申し訳ございませんが、面倒をかけてしまうとか、そういう場合が適しているかと思います。差し支えなければですね。この要件によってバージョンがいくつかあります。恐れ入りますが、折り返しお電話をいただけますでしょうか。そのようなクッション言葉プラス疑問形の表現を使うように心がけるといいと思います。ということで、3つのポイントをお伝えいたしました。ぜひですね、この3つのポイントは常に心がけていただくといいんじゃないかなと思います。あとはですね、ビジネス上のコミュニケーションを取る中で、先ほどの疑問形、何々していただけますかとか、何々お願いしてもよろしいでしょうかというような表現に近いもので、よくですね、文書、メールや紙媒体で、何々いただけますと幸いですとか、幸いでございます、または幸甚ですとかね、そういう言葉よく見かけると思うんですね。非常に丁寧な表現です。この表現を話し言葉に変えるバージョンというのがあります。何々していただけると、嬉しいですとか、何々していただけるとありがたいですとか、そういう表現があります。少しですね、正式な表現というよりは砕けるんですけれども、砕けていい場であれば、丁寧さというか気持ちはとても伝わるんですね。そういうものも使っていただくといいかもしれません。プライベートの場合は、何々してくれると嬉しいとかね、そういう表現になるかなと思います。片上社長、お疲れ様です。お疲れ様です。マナーに関するお仕事もされてると思うんですけれども、印象に残っているものはありますか？いろいろありますけど、企業さんの接客マナーコンテストの社外審査員みたいな形で審査のご依頼をいただくことがたまにあるんですけれども、その仕事はね、結構ハードなんですけど、いつもこう私も感動をもらえるので好きな仕事ですね。どういうことをするんですか？ステージに上がってこう、演技みたいな感じでやるケースもあるんですけど、そこの会社はですね、本当に実際の店舗で接客をするというすごく難しい審査の仕方をするので、すごくリアルで、日頃どんな風にお客様に一生懸命接しているかが伝わって結構感動します。ありがとうございます。ありがとうございます。本日の動画は参考になりましたでしょうか。参考になったと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。感想もぜひお願いいたします。このチャンネルでは、骨格診断を作った私、二上由美子が、女性は誰でもいつからでも美しくなれるをコンセプトに、メイクやファッションなどトータルで美しくなれる情報を発信しています。また私、二上由美子のインスタグラムのアカウントもあります。概要欄にリンクを貼りますので、ぜひフォローお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、来週の動画でまたお会いしましょう。